テップこんにちはえっとオンラインお話し会のイベ,ンイベント参加しましたそしてオンラインお話し会の申し込みが先ほど。 始まりました。今月は八月三十日にあります。月二回のお話し会なので、ぜひぜひお越しください。待ってます。夜ですね。金曜の夜なので、あのお仕事終わりとかお仕事の 合間に置いてる車に乗って車から参加してくれる人もいれば駅のホームから参加してくれる人もいれば帰り道参加してくれる人もいれば「お仕事終わったよー帰ってきたよ」って言って参加してる方もいたりいろいろなんですけれども花金。金曜の夜お話ししようね いつも一番3 3枠目だけ先に売り切れるので枠目もぜひお越しくださいなんか平日だったら一番最後の枠がまあ仕事何時に終わっても一番遅い方が安全かって分かるんですけどなぜか土日でもの昼間とかでも3枠目が一番最初に完売するんですよね謎いこれは普通の夕方の4時とかだったとしても。 みんな,なんか一番最後押してみたくなるのかなそううどん何このイベントと思ってうどんそばどういうことと思って参加しただからキラキラ星とかください今週あと無料 G もくださいありがとういっぱいキラキラしてくれて。 お蕎麦好きなの仕事前え違うよその土日の12時から4時とかの1時から4時とかのお話し会でもそう夕方の4時だか逆にあれでしょと思っそうな分からなぞいんだよ鍵お話し会の鍵閉めとかそんなすごいことじゃないのにあれだよ大丈夫よっ はい、配信するから切ったらめっちゃ暑い週7やばいお蕎麦ってなんか関東の方ってか関東に多いよねお蕎麦屋さんチェーン店めっちゃある気がするいろんな名前のお蕎麦屋さん いっぱいぴょんぴょんしてる。かわいい。ありがとう。9時に終わる配信。TikTok ね、今ね、めっちゃ時間かけて編集してるから、配信終わったの載せる。わりかし、もうちょっとで投稿できる。めっちゃ文字打った。あと、文字の時間。設定したので。昨日公開された。 YouTube のオフ書ですすね載せますだから YouTube ダンパフォーではそんなアップが映ってないと思うのでダンスなのでね引きの映像なのでこんなこんなワンピースの形だったんだとか。 この日こんな顔だったのねーって見てくださいさよかったら。そんな B のギフト、激アツ配信激アツそう。TikTok。やん、掃除セカンド。金魚。熱い。カンチ。何かなギフトすごい。ありがとう、カンチさん。 なんか、たまやーって書いてるギフトをいただいた。たまやー。花火。バゴンってなってるやつ。っていうかこれ配信しながらラジオだったらできるのかな ?TikTok 投稿。でもコメント見えなくなるか。 じゃないショールームのフォロワーあと20人でさ「ハハハハハ」だよ「ハハハハハハ」8888人あと20人で「ハハ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 なっちゃう「がいっぱいあパチ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 確かにパチ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 の方がいいね「ハチパ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 チ」 <laughs> はははははは、ちょっと。笑いすぎ。定期的に福田さんのビューティフォー、ニコニコダンス動画見てるやつ。え、嬉しい、コメントしてくれてて。さっきも。嬉しい。ビューティーフォーの全身動画。ティックトック載せたやつ。あれはサマージャンボリーの野外の夜のステージ終わって、特典変わった後撮ったから。真っ暗。 花火ありがとう。金魚。あははは、はははははははアホっぽい。確かに。パチパチパチだね。ショールーム確かに。I love you. Thank you.So cute and sweet. Thank y o u y h e a t h a n k you. みんな金魚とか、なんか、花火もみんなありがとう。 かける十10の百 G のやつありがとうございます。感謝。ジャムキティ先回訪問初の四桁成りがともいっぱい来てくれサマージャンボあつたサマージャンボあれか宝くじ。宝くじね。 話し会申し込みまますす緊張します、えー、嬉しえ嬉いありがとう最初ね緊張するよねわかるその気持ちだけどもう固まって真っ白になってもこっちが話すから大丈夫嬉しいお話し会申し込んでくれるのありがとう顔見てさ「はいお時間です」とか より喋れるから嬉しい。とか周りに人がいないからねいろんなお話ができるしね2人きりで。宝くじ当てるよりでも宝くじ当てるよりかわよ人と出会った方が奇跡だね <laughs> びっくりマークの数そうそうよそうだってこの世にアイドルはめっちゃいると思うどんな規模であれ そうだから見つけてくれてサンキュー奇跡奇跡運命ってことで OK「はい」ですねそういうこと二人きりキャー二人きり幸せですあやふ嬉しいありがとうすでに8時になった瞬間お話し会申し込んだよって言ってくれたりして嬉しい 一億当てるのと同じ確率やばい、それ。でもさ、マジでさ、あの、身近にさ、あの、宝くじ当たった人とか。うわ、ん、なにクマ、クマ、クマ。なに花火、やばい。見た今。出たんだけど。ありがとう、タワー。タワー、すごこれ。タワー花火。クの、クマの形した花火が。出た、画面に。ジャムキティ、タワー、ありがとう。え、嬉しい。 なんか、入ってる、筒に。ありがとう、ジャムキティ。旋回訪問、ぴったりだからかな。嬉しい、タワー。なん、なん、尺八、なんとか尺。ちょっと文字がちっちゃすぎて見えないね、これ。し。な、読めない。今ギフト欄見てんだけど。なんちゃら尺。なんちゃらなんちゃら。 花火。ちょっと見えないけど、ありがとう。なんか、あ,あれ、すごかった今。可愛かった、花火。ありがとう、ジャムケジ。1000回目やから。え、ありがとう、記念に。1000回ホーマンの記念に。嬉しい、しかも。たまやーって感じ。書くね。今度、顔あるときに。書くねっていうか、見せるね。ふくちゃん、ハート。そう、あのさ、あの、何音したっけ 身近にさ、宝くじ当たった人とかいないじゃないですか。でもさ、なんか宝くじってさ、その大きい額当たったら言っちゃいけないみたいなのあるんでしょう、なんか。だからいないんだって最近思った。全然宝くじ当たった人いないのに、やっぱここのさ、売り場から出ましたとか、あるやん。何等出ましたとか。書いてる割にさ、 あれだなって思ったけどそれってどういう感じで口止めされるんだろう詐欺とかにあったり友達にお金取られたり友達にお金取られるから言っちゃダメですよとかさ教育を受けるんだろうね多分も萌えぴょん金魚ねえ萌えぴょん来てたよね見つけたよ真ん中の一番後ろで見てくれてたありがとう急に友達とか親戚が増えるから。 小熊ししゃく玉ん小熊ししゃくだま花火筒。俺当たったらこの配信に自慢するボタンキラキラぶしゃがとうた。し玉ゃくだま花火筒。うい高額当てるとお金貸してって言われるからそうだからさいないんだよだからみんなも。 意外とさ職場の隣の席の人とかがさ当ててたりするかもしれんよその3億円とかはいかんくても100万とかいるってことよねすごいなそう考えると夢がある高額は銀行行くから銀行員さんから口ダメされるからいやでもすごいよねそれならさ宝くじ何歳以上購入とか決めるべきだよお酒二十歳みたいに。 子供が買って子供がさ1,000万とか当てた言っちゃうよね嬉しくて3億円当てたら当てたらタワー投げまくるおもろいじゃあ言わなくてもこの方毎日タワー10本ずつ投げてくるよるになってた当たったのかなっておもろい有ンハートアリるんからアリタ田になってるハートありがとうもミにこんにちは ああ宝くじ当出たらその場で仕事辞めるいやでもその額によるよ。1億とかだとさすがに20代の方とかが80歳まで生きるとしたらさすがに60年間はちょっと無理なんじゃないわからん。どんぐらいなんだろう。その、何、サマージャンボってな、3, 3億円かな。なそれが当たったら確かに辞めちゃうか。 でもさそれ辞める理由にもさ上司にさ理由とかあの宝くじ当たったんでとか言うのかなどうやって言うんだろうねそんなんやったらちょうだいって言われるから言えないしねちょっと急な病気で <laughs> くじ当てたらおたくせんね一1億あれば仕事辞めて生きていける あと70年80年マジ買った時点で半分以上取られるから無理ゲーあ一身上の都合ねえ半分以上取られるんじゃあ3億円宝くじで当たっても1億5000万しか無理なん税金ってこと半分それなら3億円宝くじって言,わ言っちゃダメだよね417ハートありがとうえまびこ金魚 3億ったっら東京住んで台湾も,もっとでできるよ東京住ん台湾毎回行くどころじゃないでしょ多分3億そ,それだって仕事辞めて東京の仕事に変えておタ活してる人もいるからいやも,もっと多分壮大なことができるあのー、あれとかも3回ぐらいできんじゃない世界一周の船船旅めっちゃ高いクルーズ船 とかも三年間ぐらいできるんじゃ、しゅうけど、何年か <laughs> すごそう。なんか夢あるな。一括でもらうか、分割でもらうかじ <laughs> おもろい。兼ね合い専用のライブハウスとか作れそう。<laughs> あ、ファンの方が作ってくれるってことね。 3億円宝くじ当たったことは内緒にしといて借り専用のライブハウスどうぞでしかもあれでしょあの何年払いとかとなくてキャッシュでもやっちゃうんでしょやばいねそれ最高最高怖いスペインメントあったあしいありがとう見つけてくれたあ,ありがとう切ってくれてそうガオ金魚 ファンレベ10上がりましたありがとうございま213人目え早くない ?8 月まだ半分とか折り返したぐらいなのにもう213人いるのキャットみんな優秀キャットだねファンレベキャット誰が始め下さい、ね、なんか去年ぐらいのなんかの日にめっちゃ行列できてたの で何ここ何,何のお店何の行列なんだろうと思ってあ明日で20日か言うても後半だいぶあと今,年今月10日しかないかと思ってその行列の先に行ったら宝くじ売り場だった多分その日いい日だったんだろうねそういうなんかあるじゃんなんか結婚はこの日がいいとかそういう多分宝くじが当たる日だったんだろうね 幼稚,え幼稚園イベってあれじゃなかったっけ月末から一最初の数日だけかぶってたイメージだけど確かにそれもありそうこれでファンライブ上がってるありがとうね目の福ひなちゃんは目の奥を見てくれてる気がして引き込まれますなにそれ嬉しい嬉しいありがとう 目の奥を見てくれっていう感じ見る見てる,見てるありがとうコンタクトの裏も見えてるし全部見えてる <laughs> 9月14日に買だったらあ,ったあねえ9月14日の詳細出てたねリツイートしたんやけどさなんか運動会アットジャムの。 14の私の誕生日当日はえっ、ー、と運動会でしてなんかね種目が出てたよ。あとティフティフじゃないアットジャムの運動会1415163日間やってるっぽいんですけど私たちが出るのは1日目でその確実一部二部制なの。 私たちは一部らしい。九月十四日の一部にカレンナイボリー出るっぽいですね。書いてた。私あの雨玉サガツヤスしたいんだけど。どうやってやるのあれ？どうやって選ぶの？ガチリね。私リレーとか走ったことなな,ないわ嘘だけど。走ったことないわ嘘だけどリレーとかはちょっと足速い短距離得意って言ってるミハに任せて。 私はちょっと飴と玉かやりたいああいうさテレビとかで見るさ白い粉のやつなのかなとか思って面白そうじゃない違うのかなでもさ借り物競争なかったね競技に私借り物競争できるかなって楽しみにしてたけどちょっと書いてなかった白い粉のやつなんかあれだってさ口でポン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 って口でチュ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 して「飴だ」って探すんでしょ 楽しそうあとなんだっけな大縄とやばい大縄と飴玉やりたすぎて飴玉しか覚えてないあとあなんか全部でよ4個あったんですけどやばいもうあ玉で頭がいっぱいあと何でしたっけ4個あったよ種目あ玉入れ玉入れか大縄と玉入れはファン参加型 玉入れとかさよく運動会でも何かふふけいさん参加みたいなのあるよねパパママとかえあともう一個あるえあっ4個か玉入れオーナーリレーあめ玉えマジであ玉あれどうやって決まるんだろうなえっ10年ぶりらしい10年ぶりかもみたいな運動会あとじゃん えー、マジであめ玉やりたいなうまいか下手かとか知らんけどちょっとやってみたいんですよあれなかったからさリアル運動会であの種目この今までのね時代に私が生きてきた中でやりたいでもまあ本当に真っ白になっちゃうのか超楽しそうなんだけど。 ここまで運動会に真剣なのは福田さんだけどやばいバカにされてる <laughs> えめっちゃやりたいもうグループ LINE に送りつけて「あめ玉やりたい」って送ろうかと思ったぐらいでもちょっと今他の話が盛り上がってる方か,かさちょっと送んなかったんだけどえっ、ま、マジでやりたい全然見つけられなかったらごめんだけど楽しそうだよね そうやったことないから全然コツとか知らないけどやりたいって気持ちだけはある <laughs> ねそうこの前も配信で喋ってたそれ三年連続フフ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 やりたい えおもろいんだけど誕生日の日に運動会。一割 <laughs> すごいな。一部、二部ふんすごでも誰が短距離得意なんだろう。 なんか枯れ合いで駅伝長距離をやった時は長距離やった時に私は短距離が得意だからって言ってたのは美波だけなんですよね。えもうまたいや覚えてなないいんだけど誰かいるかるでも短距離が得意って主張してたのは美波だけかもだけど長距離と短距離どっち派かと言われれば短時間で終わるから短距離が好きみたいな。 言ってたたメンバーは他にも何人かいたなそのなんか苦しい時間が少ない的なこと言ってたパイ投げパイ投げって投げられるやつケーキ投げられる的なやつそれでも運動会じゃないそれ速さ聞き添えないただ,ただのいじめだよそのパイ投げは全然。 そのパイが顔に到達する速さとか競えないでしょ福肥などちらかというと短距離向いてる気がするえ全然だよ短距離全然向いてない短距離全然向いてないななんでそう思われてんだろうめっちゃ長距離が好きだって普通に休みの日1人で走りに行くぐらい短距離はねあの1回しか7秒台出たことない私 50m 走中2ぐらいの時に 出たあれが私の人生の一番の速さだったでもあと8秒台とかだからマジで全然速くないんだよね8.0とか8.1とか顔面パイは定番えでも運動会じゃないんじゃないさバラエティての定番定番なんちゃん顔面パイってだからないんじゃない種目書いてなかったえっ7さね確かに。 バスケ…でもバスケもさ体力芸な感じするけどなんかさでも8.1とか8.0とかは出るのになんであんな7秒の壁って、はい、あれなんだろうちょっとだけストップウォッチ早く押したら7.9とかになりそうなのに、ま、毎年あれだったな 発力でもテニス結構予測して動くのもあるからねセオリーがあるから <laughs> えア、ー、雨気になる雨気になるな 陸上手動のストップウォッチは誤差が激しいまあ,あそうなんだまあでもそうだよねそのカメラ判定とかしてないしねそのその体育の先生の力量だからまあにしても7秒台は1回しか出たことないのでそうそう毎年違ったりするじゃん最下位押す人ってそうそうだからまあ毎年だって そんなな秒もさすがにないでしょうかだから陸部の短距離の子とかさ6秒台とか女の子で走る子いるよねたまにびっくりびっくりおもろいでもシャトルランが一番好きだった私シャトルランだけはマジでずっと10点10点。 だったな YouTikTok you dancing So cute and pretty Thank you 見てくれて同じくえいける同じなの初い <laughs> おもろい仲良しだね私たちにゃんがもパオンだってパオパオン TikTok シャトルラン好きなのすごすぎめちゃくちゃ嫌いだった好きだったシャトルランマジで好きだったけどあの音は嫌い <laughs> 矛盾してるよねシャトルランあのドレミハーソラシドみたいな音はは始まるとは思っちゃうよそりゃ なんかでもシャトルランってなんちょっと忘れたな何回ぐらいなんか一番ね一番きついとこがあるじゃんうわ何回最近や,やってないわシャトルランもう4年前とかぐらいからやってないからちょっとあれだけど何回だっけな40回か50回30回30代か40代か50代のどっかでめっちゃしんどいとこが来んの1回やばいそろそろしんどくなってきたやめようみたいな。 来るんだけどなんかそこで3往復ぐらい頑張ったらその後また30回ぐらい走れるっていうのがあったんだけどこれ共感してくれる人いないいないかなみんな結構最後まで一定なのかな私は一回ちょっと来るのよ。で多分このちょっと忘れたんだけどその何十回以来でやめる子は。 そこで辞めてるんだけどえ多分この子たちもあと3往復ぐらいここ頑張ったら多分このあとまた30回ぐらいプラスで走れるよって思いながらいなくなっちゃう子とか見てた懐かしいなでもシャトルランとか体力測定とか響きが途中で <laughs> えそうなのでも多分普通のもっと体力ある人は多分来ないんだと思うよ100回とか最後で来るんだろうね え、すごいシャトルラン満点のんか点ん満点の回数やっても周りが辞めるまでいじれ続けてたすごいでもさいるよねクラスで最後まで残る子とか毎年でも男子の方が回数が多いんだよねあれすごいわでも多分どこの地方でもあるあるじゃないヒーローみたいになるんだよ最後。 男子はねなんか120何回か,なんか年齢とか学年によっても違うんだけどなんかあるのよ多いよねもう短距離みたいに最後早いトレミハソラシロ導が短距離でもそれ間に合うかみたいな速さになってるよねすごいあれ感動カムカムハート「Thank you」 マラソンでも一定の距離超えると楽になることあるからなそれと一緒ってことルビーハーハトここんばんんんばばはににそびれてしまったけど。 メジャーデビュー決定おめでとうあありがとうありがとうやんうれしいはじめましてできてよかった会いに来てくれてうれしいよいしくこれからもやんメイさん400回訪問すずひんや金魚 運動,の運動能力テストの成績発表があったので、全種目が負けられない戦い。何それすごいね。学校、高校内で競うってことすごい。こう体育高校みたいな。すごいそんなガチだったんだ。それは確かにみんな燃えちゃうね。すごい。 じゃあランキング読もう。う15位。えー、っと、カイト。14位、ピスケ。13位、ケンちゃん。12位、フクちゃん。11位、アートマン。10位、カメレオン。9位、41、7。8位、ヤマビコ。8号。7位、カンズ。6位、ナレサワ。5位、1位。ありがとう。4位、ツヤツヤ。ありがとう。3位、カンチ。ありがとう、カンチさん。そして、なんか、近況が泳いでる。2位。 よよよありがとう。そして1位はドゥドゥドゥ、ズルズルズルズンジャンキーティーありがとうーしししゃくししゃくだ花火みたいな試し玉花火ずつ。ありがとうございます。たわくまくま花火ずつ。<laughs> ひなちゃんの金魚か。金魚泳いでた。ありがとう 私さ8月ショールームイベント9月のよよ予定だったよ次それだったら8月1日も私のショールーム配信来ない予定だったのやばすぎそれ <laughs> そう9月でもよかったんだけどうどん欲しくてさうどんマジでうどん常備品だからと思ってちょっと。 目が輝いたんだよね今日も一ありがとうそう私はね今からちょっとあの見ますので一旦配信終わりますショールームイベントの時に1 0 0回記念タワー投げたい配信来たえやばいね そういうこと中か来着てなかったんだ。よかった、着てない理由も知れてたし、うどん、うどんのおかげだね。ジャムうどんになっちゃう。<laughs> ありがとだ。書くね、また。それじゃあ、またね。バイバーイ。TikTok も載せまーす。アイドルでよかったの、撮影の日のやつです。昨日公開された。よろしく。 うん、カウントダウンじゃなくて、あの海の始まりっていう。もう子役の子がめっちゃ可愛くて、TikTok で子役の子が流れてきてから、マジで私の月曜日の9時の楽しみになったの。TikTok で言ったじゃん。あの人生は最高の暇つぶしの、私の格好と全く同じ格好をしてる子役の子がいたの。あの、お花柄の服着てた。それで知って、そう、それ以来って感じ。 またねー